ネリネさん、ネリネさん、ポケモンね、見直してきました。鋼タイプだけかな思ったらそうでもなかったので、はい、いろいろ見直してきました。僕、もう勝てると思います。心得ました。戦闘態勢に移りましょう。知ってますか？アジロって2戦目からが本番なんですよ。さあ、やるぞ、ネリネ。ブルペリーグ四天王のネリネが勝負を仕掛けてきた。こっちもいろいろ考えて、メンバー編成してきたからよ。お前の手持ちはもう分かった。これで勝てる。そうだよな、自信やってくんだよな。それがずるいわな。いや 嘘だ、嘘嘘、こんなこと嘘に決まってん。嘘だ、知らないもん。ベリネと戦闘開始しますか？します。します。心得ました。戦闘態勢に移りましょう。まあ、アジロの戦いって3度目からだから。もう分かった。ダグトリオ、エアームド、あいつらをまずちゃんと倒すことが先決。ブルベリー四天王のネリネはエアームドとダグトリオを繰り出した。月新人、半巡儀、見せちゃれ。エアームド、ダグトリオスタンバイ。時間通り終えましょう。こっちもまだみんなに見せてない。隠し玉半巡儀持ってきたからよ。あいつは自信をしてくるけど、おそらく半巡儀は1回化けの皮が剥がれるだけで HP には響かない。化けの皮が剥がれた。そして熱風よ。でもお前らは耐えることを知ってる。学んだ。相性不利を確認。気をつかれ、メガネが曇りました。頑丈と気合の助けでこいつはこらえてくるけど、さあ先決はダグトリオを倒すこと。そしてシャドウクロウよ。一回半巡儀カーリー部屋になります。くそ、これで、これは痛いけどしょうがない。ダグトリオの自信がずっと続くよりかは全然構わない。で、エンペルトを出すが、ここで熱風をまだかます。で、なおかつこっちの半巡儀はウッドハンマーも覚えているから、エンペルトには効くのよ。アテンかーい。 こうよ、ほら。くそ、半巡儀もダメージ受ける。いや、全然効いてねえ。ラスターかの。くそ、でもありがたい、お前のおかげでダグトリオを倒した。でもこっから吹き飛ばして、新人は飛ばされてしまうけど、ダブルバトルだからそんなん関係ねえよ。もう一回引っ張ってこれるさ。そしてケタグリ、エンペルトは倒れる。よっしゃ、倒れろ倒れろ。そしてまだ杉浦の素早さの方が早い。見せちゃれ、優秀すぎる。で、ハッサムとランクルス、ここまで来るとどっちかを倒した方がいいのは分かるんだけど、どのぐらい効くか半々か。やめたまえ、耐えた、偉い。悲しませまいと持ちこたえた。これはだいぶ偉いですよ。先に、やばい。あ、すごい、ちょっと、すごい、耐えてる。本当に偉い。こうだ。よし。やったっつった、本当偉いよ。いや、マジで偉い。ちょっとマジで嬉しくて泣きそう。メタグロスを繰り出した。あいつはこれで最後だから、一回ハッサムを倒した方がいいよね。絶対に。あいつ一体に持ち込んだ方がいい。時間が押しています。そろそろ決着と参りましょう。いける、まだ勝てる。硬そうなんだよな、でもこいつ。でも鋼でしょ。ダメか。ありがとう、達太、お前よく頑張った。ありがとう。まずはお前からよ。いい、耐えて、
えらい。よし、麻痺した。だいぶでかいよ。杉浦も頑張ってる。えらい、本当にえらい。タレ新人、見せちゃれ。見せれるか。耐えてくれ杉浦。くそー、ありがとう杉浦。麻痺にしたのほんとでかかったよ。ありがとね。そしてね、プヨ、いい、いい、めっちゃいい。ありがとう新人。これ相手の発射も倒れた。でなおかつうちにはまだいるから、体がしびれて動けない。マジで頑張ってくれてる杉浦のおかげ。あれは見せちゃれ回答。まあ手出したりね。いやでももうワンパンでしょ。向こうもテラスタルせずとも勝てると思いますけども、見せちゃりましょうよ。カイトのこの姿いったれー。効果は抜群だ。いい、いやマジでよく頑張った。偉い。ブルベリーグ四天王のネリネとの勝負に勝った。いやマジでありがとう。いや優秀すぎた。ネリネではダメですか。いや強かった、ネリネさん本当に強かったですよ。ありがとうございました。ポケモンの強さ、それは思いの強さ。すぐに思う気持ちはネリネよりアジロの方が強いのですね。まあ何回かやりましたけどね、バトル。そうです、そんなことない。いやでもネリネも強かったもんな。そんなことないぜ。アジロ優しいです。いやネリネも優しいんだよ。アジロも優しいけどな。さてアジロ、ネリネに勝利した記念です。撮影を開始しましょう。いいんすか、撮りましょうよ。いやネリネさん、そんなこと、いやもう、え、嘘だ嘘だ、そういうことするの。いやちょっと待って、いやちょっと待って、ネリネさん撮っとこう。あとでいくらでも動画見返してスクショできんのに。続いてネリネの技も上等。お、ハードプレス。あ、使ってましたね、これ。腕やハサミで相手を圧迫する。相手の HP が残っているほど威力が上がる。あ、いいですね。スグリを救いたい気持ち、アジロに託します。任してください。時間です。ネリネは去ります。さようなら。ありがとうございました。いや、うちのポケモンたちもね、ネリネさんのおかげで強くなりました。お、来たな。オース未来のチャンピオン。もう四天王二人目撃破と来たかい。いや、頑張りました。超強いんですけど、本当に。持ってるね。ネリネのやつ、面白いだろ。あいつがゼイユと話してと、不思議と噛み合ってんのがまた笑えんだよな。あ、そうなんだ。まあ、相性は良さそうだよね。ネリネはよ、真面目で堅物で。でも、人一倍繊細なんだ。誤解されやすいけど、アジロは分かっといてくれよ。分かるよ。本当に友達思いな子なんだなと思う。あの後ろ、ブルベリーグ順調みたいだな。アジロ、何？もっとチャンピオン様敵情視察ですから来ないで、見ないで手の内を。俺心配だったんだ。アジロが弱くなってたらどうしようって。まあ今ねだいぶ負けたもんね。見てた？それ見ないでね。でも変わってなくてよかった。そうだよな。なんかすぐに寝る間も惜しんでバトルしてるって言ってたから、クマできてるもんな。アジロ、途中で負けないでな。でもなんかすぐにの本質は変わってないよな、こいつ。俺の力、見せられないから。へえへえ、いい感じにうずいてら。おっと、時間取っちまったな。それじゃ、残り半天の頑張って、二天のじゃないんだ、半天の。いや、反転脳でいいの？なんかダサくない？いや、でもいいバトルだったね。本当に。君たち本当にありがとう。ちょっとみんなに見せてあげようよ。さあ、今回みんな頑張ってくれたもんね。本当にありがとう。いや、実はね、紹介が遅れたんですけど、ハンギョドンくんをね、実は育ててたんですよ。一人でね、この後編が始まる前にずっと育ててたんですけど、お、ミライドンがこっちを向いてしまったね。ハンギョドン寝てるもんな。まあ、化けの皮をかぶってるところもハンギョドンっぽくていいかなと思って。ありがとな今回。お前のおかげであのダグトリオ寝てっけどさ、洗わしてもらうぜ。
寝てる間にいっぱい洗わせてもらうぜ。はい、起きて。いや、ほんとありがとう。なんかマジで半魚丼のおかげでもう全部が変わった感じした。ありがとね。また一緒に旅しような。カイトあまり泡だらけになっても、あ、怒った怒った。結構許してくれるなと思ったけど。おいいね。かっこいい。タッサもありがとね。めっちゃ耐えてくれてたもんね。ありがとう。あ、もうチョキチョキさんになってしもて。最初のパートナーだもんな、ジローの。ありがとね。きれいきれい。はい、かわいい。はい。お、いいね。王者じゃん。シンバー、いいね。いや、君いつ見てもかわいいわ。レベチのかわいさを持っている。いや、そろそろ私さ、ライチュウのさ、ぬいぐるみとか欲しいなって思い始めてきて、ずっと探してんだけど、ないんだよな。マジかわいい。ありがとね。はい、最高。やっぱパルデア組はね、夏気度が半端ないですね。いや、新人ね、レベルギャン上がりしちゃったもんね。こう磨いてあげるね。大事大事だから。はい。よいちょー。かっこいい。いっぱいね、駆け回ってくれてるもんな。今日もちゃんと洗車しておこうな。わーお、あげっす。あげっす。さあ、ちょっとリーグ部の方に来たので、他のさ、なんか支援みたいなの見てみようかなと思って。道具プリンター、モニター募集。ポケモンの落とし物で道具を作ってくれる装置。デコフレーム。あ、写真部。あ、なるほど、そんなんがあるんだ。物質の模様替え新提案。え、めっちゃいいや。え、なんかいっぱいあるな。環境整備。え、こんなんいいやん。ポケモン増やせる。あ、絶対こんなんとこでゼニガメ出てくんじゃん。え、ちょっと待って、3000でしょ。え、BP 貯めてこい。ちょっと BP 貯めてくる、待っててください。どうしてもゼニガメに出会いたい。はい、ブルレクミッションやってきて、ちょっと 3000BP は集まったので、ちょっとね、エリア開放してこようかなと思います。リーグのパソコン何をしようかな。で、これで、どこだっけ？ドーム部のキャニオンエリア。キャニオンエリアでゼニガメが出るという噂を聞いたんですよ。違うかったら本当にまだ 3000BP 貯めなきゃいけないんだけど。これ結構大変だったぞ。これでドームバルイに 3000BP 支援した。で、ロトロト。東部分の丸井です。お世話になっております。マジロさんのおかげでドームの環境を整備できます。今回支援していただいた BP を使いまして、キャニオンエリアの環境を整備できました。ニャビーなど新しいポケモン、あ、ニャビーもいいね。生息するようになりましたよ。やった！と言ってきます。え、ちょっと、キャニオンエリア、キャニオンエリア。キモリがいる。めっちゃ可愛いねんけど。これ欲しい。キモリも、なんだっけ、初代だっけ、初代っていうか、お三家だっけ。欲しい。ちっちゃい、ね、ちっちゃい。やった、キモリ捕まえたぞ。え、この子私あんまよく知らないよね。しっかり見たことないというか。森トカゲポケモン。垂直の壁もスイスイ登る。尻尾で空気の湿度を感じ、明日の天気を当てる。もう偉いじゃないか。吉住ですね。まあ天気を当てるといえば吉住さんでしょう。まあ今は多分そんなに吉住さんその活動はしてないけどね。え、というかゼニガメは？あ！やばい、くしゃみも出そうだけど。この子知ってる知ってる。この子知ってる。なんだっけ、名前出てこないけど。なんか、なんとか部、なんとか部。ポカブ。かわいい、豚だ。めっちゃかわいい。ポカブかわいい部。ポカブがかわいい部。この子も、なんかの世代の、御三家さんだったよね、確か。え、ね、めっちゃ増えてるやんか。いや、3000BP 出した回ありますね、これは。にしてみ。ヒブタポケモン、食いしん坊の大食感。よく聞く鼻で餌を見つけ出し、こんがり焼き上げてからいただく。こだわりがあるタイプ。じゃあ、文字ですね。いや、でも、どこに、いるの？私の大本命、ゼニガメは。あ、でも、この辺いるっぽいな。なんか、ゼニガメマークついてんやん。どこよ、どこよ。どこ？
あ、いた。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれだわ、いたわ。かわいいのがいい。お前だ。いや、かわいい。もう思い出のジュニガメだからさ、いやすごい。いや、ちょっと楽しませてもらおうかな。杉浦君だとね、効果抜群与えちゃうから、いや、こんなもんでしょ。お、褒めてもらおうと急所合ってて食いつかれて動けへん。いや、この子はね、せっかくだったらこのダイブボールで捕まえたいかなって思ってたんですよ。せっかくだったらね、もう水ポケモンといえばっていう感じじゃないですか。いや、もうゼニガメさん、おいでおいで、おいでおいで。やー、もうこれ、この子を捕まえたくて後編すぐに始めたっていうとこあるからね。出た、亀の子ポケモン。生まれたては柔らかい甲羅もすぐに指でつつくと弾くほどの弾力性を持つようになる。あ、でも弾力性レベルなんだ。全然弱々さんですね。やっぱりこう、バブちゃん時代のアジムラがね、使ってた一番のパートナーだったので、もうこの子はバブムラですね。いや、ちょっと手持ち加えとくか。え、どうしようかな。今とりあえずレベル上げでみんな連れてた感じだったので、で、メタモンはこれ、なんかね、卵欲しくてメタモン連れてただけなんですよ。でも全然なんか、卵出なかった。なんでここにゼニガメ置いて、あ、もうこれで育てていこうと。で、次がですね、一応、今のとこ四天王、反天王まで行ったから、それこそ、うん、タロちゃんのとこに行こうかな。四天王太郎に挑戦しよう。ホーストスクエア四天王太郎ブルベリーグスランク3。自分が可愛いと思うポケモンばかり捕まえるので自然とフェアリータイムを極めてしまった天然の努力家。可愛いと思ったのが全部フェアリータイムだったんだ。いや、もうそれはわかるな。学園のアイドル的存在、やっぱり一種地方ライモンシティ出身。一種の子が多いね、そう考えるとね。あ、でもわかるな。なんか私もなんかこの子可愛いで集めてるとこあるからさ、結構似たようなタイプばっかりになってしまうんよね。え、とりあえずタロちゃんとこ向かってみるか。かわいい、テチ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 、かわいい。お、いけるか。お、いけた。でも結構 HP 削る。あ、負けちゃった、負けちゃった。バブムラ、おいでおいで。負けちゃったね。石つぶてだったら勝てるかなと思ったのに。あー、もうかわいい。お、バブムラが勝てそうな子に挑んでみようか。この石つぶては多分違うんだろうね。普通の岩じゃないんだろうね。おいでバブちゃん。テチ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 、ガニ股歩きテチテチ。いや、かわいいな。なんかアジムラもちっちゃい頃さ、ガニ股歩きだって言われてたから、すごい今親近感湧いてるわ。かわいいね君。登れる坂道。お、すごいすごい。坂道もよいちょよいちょ。バブムラ誰だったら勝てるかな。ああいうの怖いよね、大きいやつはね。ドラゴンってなんか、おー、早走り早走り。ねえ、下り坂怖いね。あの子ちょっと怖いよな。もうちょい楽な子とやりたいとこあるよな。もう少しもう勝てやすいというかね、炎タイプとか地面タイプみたいなことやりたいよね、せっかくだったら。どんな子がいいかな。え、なんか怖いのついてきてない。いや、怖い怖い。バブバブムラ集合。もう怖い。何やの子。あ、あんなえんちゃん、やってみるか。ブーバーと、そう、怖いか最初に。ブーバーはもうこれに勝てたらだいぶね、気持ち強くなれるよ。いけ。レベルどのぐらいなんだろう。あ、58だって全然バブムラの方が強いよ。いったで、ハイドロポンプ。あ、怖いね。あ、でも大丈夫、強い子強い子。ハイドロポンプ。あ、当たらへん。大丈夫、初めてのね、初めてのバトルだもん。そりゃしょうがない。いつか当たるっていうことを信じてやっていこう。大丈夫大丈夫、強いよ。いったれー。あ、強い。効果抜群。えらい。このウェーブタックルってどんなんだろう。焼き亀になってしまう。お、すごい。かっこいい。あ、えらい。効果抜群だ。お、えらいね。反動によるダメージ。あ、そういうの受けちゃうんだね。お、すごいすごい。バブムラ強い。あ、待って。待って、待って、待って。この子。この子も私めっちゃ好きだったよね。いや、なんか、いや、ちょっと待って。いや、ゲットできるかな。今一応夜だからダークボールでどうにかいけないですか、ナイトルさん。いやー、ちょっとダメですか。捕まえたと思ったのに。もうか、いや、ちょっと、よっしゃな。
もうダメか、もう少しか、もうなんかいけそうな気するぐらい。やめなさい、やめなさい。あ、バブブラ、バブブラ。あーあ。あ、やった。嬉しい。いや、ナエトルはね、まぁ、あ、ちょっとアジムラがある程度思春期迎えた頃ぐらいに超好きだったポケモンだよね。太陽の光を浴びて全身で光合成をする甲羅土が硬くなったもの。あ、いいですね。超可愛いな。いや、この子はね、私がギャル村だった時に好きだったポケモンだったので、ちょっとこの子もちょっと一回手持ち加えといていいですか。いや、もう思い出の子なので、どうしよっかな。ちょっと一回アドデックナイン引っ込めるかな。いや、育ててたんだけどな、アドデックナインも。いや、とりあえずね、とりあえずこの辺も育てていきたいから。あ、なんだよ、くそ、お茶目。ダメ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 、バレてる、バレちゃう、バレちゃう。不思議ダメで、成長させようとしてのバレちゃうから、ダメダメ。まだまだ、まだまだ、まだまだゼニガメを楽しむから待ちな。はい、ちょっと、タロちゃんに挑むにあたって、フェアリータイプを使うって言いつつも、多分それ以外も全然使ってくると思うんです。ただ、フェアリータイプの弱点としては、鋼と毒っていうのを調べてきたので、で、一応ね、最初のね、この後編が始まって、最初なんかプラマイのあのピカチュウみたいなやつ出してきたじゃないですか、タロちゃん。それを出すと踏まえてね、一番最初に。なので、最初にまあ、自信を決めて、キリュウちゃんで。で、ハンジュンギはどっちにしろ一回は攻撃耐えれると信じてね。ちょっとこれで、この全身先人たちを切ってもらって、あとはもうどうにか。で、バブ村のデビュー戦ですね。デビュー戦で四天王に挑ませるっていう鬼畜の所業。毒親ですね。じゃあ、とりあえず行ってみるか。ここかな。さあ、タロちゃん戦に挑んでみよっかな。目的地に到着しました。四天王チャレンジへ。ようこそコーストスクエア、四天王タロちゃんのチームへ。ブルベリーグの挑戦者、アジローさんですね。はい。超楽しみにしてました、タロちゃんとのバトル。四天王チャレンジ挑戦には 50BP 必要です。貯めてます。大丈夫です。50BP、お支払いいただけますか?すいません、カミカミで。ずっと喋ってなかったのでね。すいません。アジロー 50BP 送った。タロちゃん来るかな?ありがとうございます。受け取り確認しました。タロちゃん、おいでよ。いや、なんかそれぞれ受付とさ、四天王の関係性があっていいよな。はーい。いや、タロちゃん、かわいい。やっぱ何度見ても。アジローさん来てくれたんですね。ではでは、チャレンジ場に参りましょう。何するんだろう。今まで料理と、あと、ミライドになって飛ぶっていうことしたから、今回何する。コーストスクエアでようこそいらっしゃいました。アジローさんのブルベリーグ参加反対しちゃってごめんなさい。いや、いいと思いますよ。高速的にイレギュラーなのも理由としてあるんですけど、アジローさんをリーグ部のゴタゴタに巻き込みたくなかったんです。まあ確かにゴタついてるよな。とはいえ始まっちゃったからにはとことん楽しんでもらえますよ。私が考えたチャレンジはポケモンクイズです。あ、ポケモンクイズあんまよろしくないと思います。ポケモンに関するクイズを5問出しますので、全問正解できれば合格で、鬼畜ですね。全問ですか。嘘。タイプ相性も未だにググってんのに。アジローさん、ポケモンクイズに挑戦されます?するけど、やんわりしたクイズにしてね。わかりました。ではでは準備しますね。やっぱ優秀なのかな、太郎ちゃんって。あ、ピカチュウじゃん。かわいい。この子大好き。四天王チャレンジ、ポケモンクイズに挑戦。ダダン。うわ、なんか懐かしい。なんか、ポケモンスタジアム思い出せない。はい、みんな大好き、ピカチュウの登場です。それでは第1問。電気タイプのピカチュウは体内で電気を作り出すことで有名なポケモンですが、ピカチュウの電気は体のどの部分に溜められてるでしょうか。あの、ほっぺですよね。ほっぺパンパンですもんね。正解だと思うところをズバリ選んでくださいね。いや、あの手めっちゃ可愛いんだけど。超可愛い。指先グリグリしてた。体のどの部分、ほっぺだよね。パンパンなんですよ。可愛いピカチュウ。ピカチュウの問題にして。ピンポンピンポン、ピカチュウはほっぺたの電気袋に電気を溜め込んでるんですね。すいません、ちょっと今日ね、鼻詰まってるから鼻ちょっと変なんですよ。声が変なんです。するとビリッとしちゃうけど、電気袋丸くて可愛すぎですよ。可愛いですよね。わかります。ではでは次の問題です。ピカチュウの問題にしてください。
あ、コンパンパンパン、意外と大きい、コンパン、ふさふさ、キュイキュイで可愛い。いや、もう太郎ちゃんが可愛い。それでは第2問。今晩は暗い夜でも体のある部分をレーダーとして周りを探知できるのですが、どっちだろう、あの触覚か目かどっちかよね。レーダー、今晩がレーダーとして使っている体の部分とはどこでしょう。正解だと思うところをズババッと選んでくださいね。レーダー、なんか触覚っぽい感じもするき、レーダー感はあるのは目なんだよな。レーダーとして使っている体の部位はどこ。でも目に反応しないもんね。あ、目に反応した。でもレーダーっぽいのは目だぜ。触覚はでも動いてるから、これずるいよね。触覚が反応するのかどうかを。あ、触覚も反応するんだ。でも動かないで。口、手、足。レーダー。でもレーダーってことは目なんじゃない？一番のコンパの特徴って目だよね。目。目とかどう？あ、よかった、合ってた。ありがとう、太郎ちゃん。ピンポンピンポン、コンパン、大きな目がレーダーとして働くんですね。なるほどです。私たちには見えないものも見えてるなんて可愛すぎですよ。太郎ちゃんが一番可愛いです。ではでは次の問題です。いや、なんか絶妙に難しいな。こいつについて私何もわかんない。クイズ疲れにお茶でもいかが？性別不明のヤバチ三姉妹。三姉妹。それでは第3問。ヤバチが住処にしているティーカップは有名なアンティーク。でも偽物も多く出回ってて見分けがつきにくいのですが、この中に1匹だけ本物の新作フォルムが紛れています。わかりません。新作フォルムはヤバチャのどの子でしょうか。でも他と違うってことでしょ。他との差を探せ。新作フォルム、でも全部欠けてるし、他、あ、なんかさ、この内側のさ、あれなんじゃない、これなんか丸いポツがあったもんね。他の子も回ってみてもらっていい。ほら、今んとここの子、この内側の縁部分っていうかね、この下の土台部分に丸があるのがこの子なんよ。お前もやってみろ、回れ。どっち、新作フォルムのヤバちゃん、丸があるってことなのかな。君ちょっと回ってみてくんない。回って回って。あ、この子はないってことはこの子だ。なんか内側に丸いのがあったよね。これじゃない、やっぱり。いや、見分けましたよ。見分けてやりましたよ。ピンポンピンポン、新作フォルムのヤバチャはカップの底のマークが目印ですね。あ、やっぱそうなんだ。でもでも新作も元作もどっちも可愛すぎですよ。いや、一番可愛いのタロちゃんですよ。ではでは次の問題です。いや、今んとこ順調なんだかんだね。あ、こいつ知ってる。なんかメテオみたいな、メテの流れ星ポケモン、メテのいろんな色がいるんですよ。私大々持ってます。まずはこちらのピンクなメテのをよく見ていてください。はい。うわ、いっぱいいる。あ、こんないるんだ。あ、ピンクを合ってるんじゃん。おい、みんなぐるぐるして。ピンクを一応目で追っておこうね。あ、ピンクはあっち行ってこっち行って、ピンクは今右側いますね。さて、ここで第4問。最初に見ていたピンクなメテのはどの子でしょうか。いや、この子じゃない。こっちに移動したよね。お、いいね。こういう問題にして、こういう問題。ピンクかわいいな。ピンポンピンポン、流星の姿になったのによく見分けられましたね。いや、太郎ちゃんによく見ててって言われたから。メテのはこれまで食べてきたもので色が違うの可愛すぎですよ。一番可愛すぎるの太郎ちゃんだぜ。ではでは最後の問題です。よかった、なんだかんだこもって。あ、ピンクと聞いてグランブルがやってきましたよ。ピンクっていうかどっちかと紫なんですね、この子。この子は私のポケモンでいつもそばにいてくれるんです。あ、そうなんだ。最後の第5問はこのグランブルから問題です。グランブルはおとなしくて繊細で可愛いポケモンですが、本当に言ってます？そういうギャップの持ち主なんですか。お昼寝の時、私が枕にしているのはどこでしょう。いや、あの手が超可愛い。枕にしている知らないんだけど、どこにそんな情報あんの。お昼寝の時、太郎が枕にしているのはどこ。顎。でもなんか普通に考えたらお腹とか腕なのかなっていう気はするけど、顎かな。太郎ちゃんそれずるくない？頭、顎ちゃん、ここの牙の間に挟まってるっていうやつじゃない。違うの？ずっと不正解です。でも固めの牙が頭皮を刺激してくれそうでいいかも。ヒント、私は枕柔らかい派です。もう一度やっていきましょう。あ、ここでやらせてくれるんだ、よかった。最初からかと思った。じゃあお腹じゃない？太郎ちゃん、太郎ちゃんのプライベートまだそんなにわかんないから、付き合ってからにしてよ、それは。ピンポンピンポン、私が枕にしているのはグランブルのお腹でした。
寄り添っていると柔らかくってお互いすぐ寝ちゃうんですよ。いや、わかります。私もうちの猫がね、すぐ腕枕してくるんですよ。してくるっていうか、私がしてあげてるんですけどね。以上でクイズは終了です。見事5問中5問正解ですので、二郎さんおめでとうございます。私の四天王チャレンジはクリアとなりました。いや、タロちゃん超かわいい。でも今までで一番鬼畜だったかも、四天王チャレンジとしては。でもヒントくれたね。あのグランブルさん使うんだ。一旦机へ戻りましょうか。はーい。さあ、これでバトルですね。四天王チャレンジをクリアした二郎さんは私と勝負することができます。どうしましょうか。このまま戦います。あ、さっきヒントくれたからか、グランブル使うぞっていうの。いや、行きます。やってやりますよ。はい、ではでは位置につきましょうか。でも言っても第3位だからね、この子。今までさ、もうコテンパにやられてきたやんか。タロちゃんとか5000ぐらいせないかんかもしれん。よいしょっと、この辺かな。改めまして、四天王タロです。まさか他校のアジロウさんがウルベリーグに挑戦されるなんて。正直驚きですけど、私、試乗は挟みませんので。私はフェアリータイプのポケモンを多く連れています。いや、聞いてますよ。可愛いで選んだんですよね。フェアリーってピンクだし、キュートで可愛いですよね。その弱点は毒や鋼。ジュワーやカチカチは割と苦手。を知ってて戦うってことですか？あ、すみません。もちろん、アジロウさんならご存知ですよね。いや、先ほどググってきました。今回は私、本気で相手しますので、いっぱい知ってもらえると思うんですよ。可愛いが最強ってこと、わかりますよ。可愛くて最強はもう一番いいですよね。ブルベリーグ四天王のタロが勝負を仕掛けてきた。でも言ってもタロじゃん。アジロウのポケモン、あれ、思ってたのと違う。エルフーンとグランブル。え、待ってよ。え、なんか最初のプラスマイナスどこ行った？うっそ。今回は四天王としていつもの手持ちでお相手しますね。いや、違う。いつもの手持ちだったら違うくない？あれ？最初の2匹って。やだ。どんどん攻撃力下がっていくわ。え、でも言ってもそこまで素早さないと思うな、あいつら。でもこれでやってみて。一回、え、どっちでもグランブル潰した方がいいのかな？え、やばい。光の壁。物理だっけ？あれ、特殊に強くなった。待って。シャドウクロウ、こいつをまず呼吸所に当てていく。えらい。変なとこ当たっちゃった。そういうの良くないと思います。スクショ。それで化けの皮が剥がれていく。いや、だって変なとこ当たったらとかそういうこと言うからさ、なんか思わずやっちゃって、あ、ちょっと待って。ちゃん、いや、でも自信をね、かましたのも偉かったと思います。だってこの子たち基本的にも毒が苦手なんだから、難波先輩の毒菱を最初の方に撒いとくは大事だと思うの。エナジーボール、あ、やばいんちゃん。あ、大丈夫大丈夫。ヘドロウェーブ、これはちょっと半魚道にも当たってしまうけど、よし、オッケー。最初の2体潰したのは偉い。弱点を攻めるのは定石だけど、こっちも攻め返しちゃいますよ。大丈夫です。最初の2体をね、とりあえず倒すっていうのは本当に大事っていうこと分かったから、このダブルバトル。アシレーヌ、やだ、かわいい、お美しい。で、ヤドラ、あいつ強いんだよな。ドクトエスパー持ってたと思うんだけど、アシレーヌっていうのが分かんないな。効果は抜群だ。アシレーヌちょっとよく分かんない。あの子どういう子なの？あ、でもいい感じ、急所に当たった。ハイパーボイス、やっぱ、あ、でも半熟耐えた。あ、悲しいわね、バット持ちこたえて超偉い。でも難波先輩、これ毒撒いたよね。やばい、耐えれねえよな。ごめん、ありがとう。でも耐えてくれたの本当に偉い、ありがとう。さあ、デビュー戦だ、バブムラで、パネ春風見せちゃれ、雷パンチ、真っ白真っ白。あ、そういうの持ってんだ。なんかこれ四天王みんな使うよね、身を持ってる感じ。いや、もうちょっと待って、かわいい。やー、ちょっと待って。とりあえずバブムラ守っていく。とりあえずね、
鉄壁をしていく、防御がぐんと上がっていく。聞かねえよ。聞いている。いや、今回は風間がリーダーだから、鋼タイプでね。テラスタルだ。風間は今までずっとパルベアでも頑張ってきてくれたメンバーだからこそ見せてやるさよ。デカハンマーじゃーい、見せちゃれ、潰せ、ほら、よいちょー。相手のヤドラも倒れた。でなおかつムーンフォース打ちにくい。あっパブラ、くそ。いやでも優先頑張った、えらいえらい。で向こうの光の壁がなくなった。魔法一歩、うわかわいい、イカ様じゃい。いや全然聞いてない。あいつ何タイプなの？ミマックのボイス、何それ。聞かねえよ、聞かねえよ。何デコレ、いやなんか技まで可愛い。え何、でもデコレーションされたわ。おいでも勇士がいるわ。お嬢ちゃんをデコレーションしてやろうかな、なってるやん。ちょっと待って、やめて、ちょっと待って。うわ、デコレーションされたんだけど、ちょっと、いや、ダメだ。うちの下り勇士も連れてくるから、うちだってデコレーションできるんだぞっていうとこ、見せてやらないと。あじろの手元には戦えるポケモンらへん。いつもこう、四天王はいつもこうなのよ。いや、ちょっと待って、いや、違うし。だから言ったやん。フェアリータイプや言うて全然その類のやつ使ってこんっていうの知ってるし。いやこれでね、ある程度の手持ちっていうのは分かったから、やり方分かったし、最初にさ、あのプラマイが来なかったことがだいぶの私の中で変わったのよ、戦略がね。あれを踏まえれば全然やれるから、見とけ見とけ。